ニュースしゃべりともし、水曜バージョン、はい、失礼いたします。はい、9月12日告示、27日投開票の自民党総裁選挙をめぐり、石破茂氏は来週24日に地元の鳥取県で、そして河野太郎氏は26日に出馬表明する方向で最終調整に入りました。また小泉進次郎氏も立候補の意欲を周辺に伝えたということです。昨日ちょうどオンエア中にネットニュースでね、本人が別に出ると発表してるわけじゃないんだけど、多分出るので推薦人になってくれないって、こう多分いろいろこう黙っといて、絶対黙っといてねって言いながら、いろんな他の議員に声をかけて、でその議員がマスコミに出るよ、出る出る、間違いない、俺からだって言わないでね、出るから、そんな感じですね。だからそりゃ誰か漏らすやつがいるだろうっていう話でいるんですね、そういうのがね。それでまあ本人は多分こういうのって、小林孝之さんみたいにもうそもそも名前が売れてないっていうケースは、もうできるだけ早く、誰よりも先に名前を挙げてガンガン報道してもらうことで、まあ、石丸現象みたいな、で党員投票っていうのが非常に1回目の投票ではファクターになりますから、党員投票ってやっぱり投票日まで待ってるわけにいかないですからね。それまでに郵送で寄せられたのを集計するわけですから、そうすると早めに名前知っといてもらわないと話にならないので、告示よりだいぶ先に、もうとにかく誰よりも先に小林さんは名乗りを上げましたけど、もう小泉進次郎ぐらい名前が売れてるとそういう必要もないと。だから告示日9月12日に出るって言ったらもうそれで十分で、それからまあ投票が始まりますから、その段階で小林さんは名前がないと、自民党の党員ってやっぱり高齢者多いですから、そうするとそこである、ある程度の周知徹底が行われてないと名前書いてもらえないけれども、小泉進次郎だったら出るっていうこと自体が大きなニュースになるので、で9月12日多分ね、戦略としてはこれだけ知名度のある人はできるだけ名乗りを遅らすと。石破さんはそういう理由ではなくて、そもそも20人の推薦人が集まってねえんじゃねえか説があるんですよ。だからまあそれで名乗りが遅れてるという説もありますが、もう一人河野太郎さん、河野太郎さんはなんつったって麻生派で、麻生派って50何人いますからね。麻生派って本当にね、弱小派閥で10何人しかいなかったんですが、結構やっぱり権力の中枢に近づいて長く副総理みたいなことやってると、まあ、それなりに求心力も芽生えてですね、今50数人の大所帯で、なおかつはっきり派閥として残ってるのが麻生派だけで、そこをバックボーンにして河野太郎さんが出ますから、もう推薦人20人は硬いので、早めに名乗り上げても良さそうなもんなんだけど、でも早めに名乗り上げると週刊誌その他で散々悪口書かれるわけですよ。もうすでに始まってますけどね。だからまあいわゆる後出しじゃんけんで、できるだけ引きずって、もうすでに名前がある人は別に名前売らなくてもいいわけだから、できるだけ遅らしたかったはずで、小泉進次郎もできるだけ遅らしたかって、告示日直前ぐらいにドーンと立候補表明したかったはずなんだけども、そういうわけいかないですよね。推薦人20人集めるんで、声かけると、声かけられた人が喋っちゃうということで、ちょっとまあ小泉進次郎氏にとっては想定外、このタイミングで名前が出るのは多分想定外だったと思いますが、名前が出たから辞めるみたいな、今回もこうなったら辞められないですよね。これで辞めたらもう多分小泉進次郎は永久に浮かび上がれないですよ。今回出て仮に敗れたとしても、それは次がありますけど、今回名乗り上げなければ、あれでまああんだけで言われて名乗り上げないってなーってことになりますから、まあ出るでしょう。で問題はやっぱり1回目の投票で過半数小泉進次郎が取れるかっていうと、そこが微妙なところでね。で取れなかったらどうなるかというと、決選投票は上位2人ですから、その上位2人の決選投票で石破、河野、小泉、割と似通った支持母体、ちょっとまあ河野さんの場合は
麻生派という派閥をバックにしてますが、割と似通ったあの色合い毛色の人たちですから、これその3人のうちの例えば上位2人のうちのどっちかに1人が残ったっていうケースになると、おそらくまあ投票行動として2回目の決選投票で相乗りみたいな形でお互いに票を譲り合うというようなことを事前に、まあ、約束までするかどうかはともかくとして、だからまあ1回目の選挙、1回目の投票で、これでだけど石破茂はなくなったなと思います。つまり石破さんとしてはとにかく1回目の投票で圧倒的な、地方票を確保することで、過半数制圧して1回目の投票で決めちゃうっていう、で決選投票になったら議員票の力が強まりますから、まず勝てないと。で石破さんとしてはとにかく1回目の投票で過半数地方票を全部取る勢いで、プラス何人かの国会議員票ならば過半数、それでもしかすると総理になれるかもしれない、総理になるかもしれないと踏んだ人が石破さんの推薦人になろうかなと思ってても、今回小泉進次郎でまず1回目で過半数で石破茂はないなと思った時に、石破さんに名前を貸しても得しないよねっていうことになっちゃうと、最終的に石破さんが20人の推薦人を集めて立候補できるかどうかは、新聞にはもう石破茂ってもう立候補決まったように書かれてますけども、かなり微妙になってきてんじゃないのかなとは思います。本当に24日地元の鳥取県で出馬表明ができるのかっていう、出馬表明したけど20人集まらずに出馬できませんでしたなんていうのは、それちょっとかっこ悪すぎますからね。ちょっとこの辺りちょっと微妙な情勢になってきたなという感じはいたします。はい、今日私この後ピアノレッスンでございますから、この辺で失礼をいたします。何も知らずに今回の映像だけ見た人間は、なんでヘルメットをかぶってるんだとこう思いかもしれませんが、ほら南海トラフ地震もこの間注意喚起出たじゃないですかって言うと、お前普段やってることと違うだろ。そうですね、全くその通りです。それでは失礼いたします。